皆さん、こんにちは。ジャニー喜多川氏の性加害問題、その中で揺れ続けているジャニーズ事務所。元ジャニーズジュニアでキスマイフットツー結成時のメンバーだった飯田恭平さんが、ジャニー喜多川氏による性加害について約5年間にわたって繰り返し被害を受けたと証言し、予想外の大きな話題になっています。そこで今回は飯田さん本人の言葉を含めて、どのような性加害があったのかをご紹介いたします。ジャニー喜多川氏からの性加害について、35歳になる元ジャニーズジュニアの飯田恭平さんが口を開きました。最初の被害はジャニー氏の自宅マンションで、事務所に入った13歳の頃からなんと5年間に及んだといいます。飯田さんへの性加害の被害は数十回では収まらず、そこから定期的にずっと続いていたと語りました。飯田さんはキスマイ結成時のメンバーでしたが、わずか1年ほどで脱退、同時に事務所も退所しています。理由はこれまで学業のためとされてきましたが、今回初めて性加害が理由だったと明かしたのです。飯田さんは、そういったことを受けながらこの世界に居続けるのかどうか、18歳になる辞める直前にとても悩んだと語っており、その上で今このタイミングで過去を告白しようと決めた理由を語りました。それを黙って黙認していたことによって、新たな被害者を生んでしまったんじゃないかと、ものすごく心の中で後悔があって、やっぱり自分の子供たちのことを考えて、そういった背中をしっかり見せて、間違ったことは間違っているということが悪いことじゃないと、声を上げても受け入れてもらえるような環境にしたい。ジャニー氏の罪はもう消えないと思っています。この告白の前の9月29日には、経済同友会の新浪剛史代表幹事がジャニーズ性加害問題について言及しています。新郎剛史代表幹事は、被害者の方々が満足いく形で救済されることはものすごく重要だと思います。またガバナンスで、やはり知っていた方々が経営にいることは、被害を受けられた方々の心境を考えると非常に厳しいなと思いますと、現在の再建計画は受け入れられにくいことを示唆しています。この件を含め、ジャニーズ事務所は10月2日に再び会見を行う予定のようです。飯田さんは2001年13歳の時にジャニーズ事務所に入所、そして2005年ジャニーズジュニアの中のグループキスマイフット2が立ち上がる時、8人の結成メンバーの1人に選ばれました。しかし CD デビュー前の2006年キスマイフット2を突如脱退、そしてジャニーズ事務所からも退所しています。2011年に残った7人のメンバーは CD デビューを果たしました。飯田さんは入所した13歳の時にジャニー氏の自宅マンションで初めて性被害を受けたとのこと。それから約5年間もの間、飯田さんの被害は続いていました。ジャニー氏は寝ていた飯田さんに対してマッサージをし、そこから性加害が始まったそうです。飯田さんは18歳になる頃にジャニーズ事務所を退所しましたが、この時主な理由として学業に専念したいとしていました。しかし本当は性加害が理由の一つでは確実にあり、期待をしてくれている家族に悲しい思いをさせたくない面もあり、被害については言うことができなかったそうです。そして2023年9月、飯田さんはジャニーズ性加害問題当事者の会に合流します。その際、飯田さんは同会のサイトに、声を上げている皆さんの姿をメディアで見て、これまでずっと抑えていた気持ちが溢れました。分かっているのに気がつかないふりをした結果、それによって傷ついている人がいます。同じような境遇で悩み苦しんでいる方たちが自分の行動によって一歩踏み出すきっかけになればと思います、とコメントを寄せていました。そんな中、9月29日 TBS ニュースディグは飯田さんへのインタビュー動画を公開したのです。その中で飯田さんは、性加害は数十回等では収まらないですね。定期的にずっと続いていたような状態です。5年間同様に続いていた形ですね。次の日のどこかのタイミングで金銭をですね、渡してもらっていた記憶はありますね、と告白しており、さらにグループ脱退時はその理由を学業のためとしていたが、実際には性加害が理由だったと飯田さんは明かしたのです。今声を上げることにした理由について、自分が被害者である反面ですね、それを黙って黙認していたことによって新たな被害者を生んでしまったんじゃないかと、ものすごく心の中で後悔があってと語っており、本当に葛藤の末の決断だったようなのです。しかし一部からはこの飯田さんの告白に対して心ない声も上がっているようなのです。 SNS 上では、
今更出てきてキスマイの名前出すなよ、気持ち悪い。今更飯田恭平やばすぎる。何言ってんのこの人、いい加減にしてほしい。こういう人これからどんどん出てくるんだろうな。死人に口なし、言いたい放題の世界だな。飯田くんって人は今更被害者の会に入って何をやろうとしてるんだ。キスマイの名前を出してごたごたに巻き込まないでほしい。また同時にこのような飯田さんの覚悟を無下にするような声に対して厳しい指摘が続々と上がってもいるのです。今更何を言ってるんだとか、ジャニーズに追い打ちをかけるなとか言ってる人って人の心ないんですかね。なんで今更とか言える人は心がないのか。今更出てきて何様とかキスマイの顔に泥を塗るつもりかとかよく言えますねと批判的なコメントに対しての反論でさらに炎上しているようです。今回の飯田さんの告白に続くような動きがあるのか、キスマイメンバーはコメントを出すのか、まだまだジャニー氏の性加害問題は大きなうねりを巻き起こし続けそうです。現在ジャニーズ事務所は被害者救済委員会を設置しています。さらにウェブサイト上にも補償受付窓口を開設しています。対象は現役の事務所に所属している人、以前所属していた人となっています。補償について具体的に対策を取っていくのがこの被害者救済委員会です。メンバーは元裁判官の弁護士3人で、申告された内容やどの時期に所属していたのかなど資料を調査と検討し、必要ならば面談などを行いながら補償の金額を判断するといいます。この判断については委員会に一任されているので、ジャニーズ事務所側が関与することはなく、独立した外部の人間が判断をするということは決まっているとのこと。再発防止特別チームは調査報告書の中で複数の証言から少なく見積もっても数百人の被害者がいるとしています。あまりの被害者の多さから補償完了までには相当な期間と費用が要される見通しです。さらに被害者は増えていくことになるだろうとも予想されており、 SNS でファンを巻き込んでの大きな論争も続くことになるでしょう。そして10月2日の会見では被害補償の具体的な方策に加えて社内でも意見が分かれているという社名の変更などについても説明があるものとみられます。補償や救済に加えて社名変更ということになれば、出版物やすでに世に出ている商品などの作り替えや告知などで巨額の費用がかかることは避けられません。内部留保としてかなり大きな金額をため込んでいると言われているジャニーズ事務所、これからの茨の道をどう切り抜けるのか、しっかりと見届けたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。